前半5フレーム目までで43ピンの差、はい、これを追いかける形になるカエルニサ、これから投げる右のフレームは練習では良かったんですが、本番に入ってから天ピンが共に残っています。右の奥のピンです。どう対応してくるでしょうか。はい、またやはり天ピンが残ります。素人の私にはいい角度に入ったように見えるんですがそうですね、ほんの少しなんでしょうけど、先の動きが足りない、ボールのフックが足りていないという状況が続いてますね。はい、工夫の仕方としては若干ボールを早めに、投球のラインが早めに右側に出ていくように、はい、10枚目の、10番スパット、2番スパットの右側に出ていくように投球はしてて、うまく対処したなと思ったんですけどね、まだ足りなかったですね。そうなんですね、はい、スペアは外しません。ただこう大きく対応を変えるようなほどでもないだけに、そうなんですね、はい、先ほどの3位決定戦でジョン選手が、はい、ちょっと右に寄ってで対応しようとしたら、1番ピンを抜けていってしまったというようなところになってしまいかねないので、はい、本当にちょっと立つ位置、スタンスの位置で1枚とか2枚とか、スパットにも部分でも1枚2枚のコンディションの変化で対応で済むとは思うんですけれども、それが今ちょっとなかなかうまくいってないですね。はい、ね、スパットそしてこの板1枚、その微妙な誤差です。はい、今しっかり投げました。はい、ストライク。ちょっと今肩の力を抜くような肩を上下させましたカエルニサ。このあたりの一枚一枚のこう微妙なところなんですね。素晴らしいですね。ボールに与える回転数もスピードも、それによって生まれる、ボールの曲がりも、本当にグローバルスタンダードのボーリングしていると思います。5枚ごとにスパットという、選手の目印になる三角がありますが、はい、実際のところこう1枚レベルでやっぱり調整できるものなんですね。そうですね、はい、もうこのクラスになるともうそういうスキルは、ほとんどの選手が、持ってますね。はい、ここでも気を抜かないことですね、はい、シェリー選手。先ほどまでで43ピン差、ここでストライクが出ればそのまま40ピン以上の差を保っていきます。はい、はいはい、ストライク外しません。シェリータン43ピン大きくリードです。はい、あと2本残りました。8本。いや、今ちょっと危なかったですね。ボールをちょっと落としてしまいましたので、ボールを原さん落としてしまいましたので、はい、かなりボールがの外側に行ってしまいましたから、ボールの曲がりが足りないくなる状況になってましたけれども、はい、なんとかよく戻ってきましたね。1番ピンまで当たってくれましたね。この黒はスペア用のボールではありません、はい、ですから1投目と同じように曲げてきます。はい、しっかり取りました。さあ、これでまだ勝負は決まったわけではないの で、ね、ここでダブルにならなかったので、ここでカエルニサ選手ストライクを8、9とつなげますと、逆にシェリー選手にプレッシャーをかけることができます。熱い6本、しかも割れた。これはどう狙ってくるか。あっと、ね、あそこのピンの右端を狙ってというところでしたが、ね、はい、3番ピンの右端を狙って、はい、ピンアクションで2番ピン、4番ピンを倒そうというところだったんですが、これでかなりシェリータンの優勝が濃厚になりました、ね、はい、ここでストライクが出ますともう決まります。失礼、ここはまだカエルニサ、はい、ストライク、望みをわずかですがつないでいきます。5本以上倒せば優勝が決まります。はい、来ました、はい、シェリータン、インターナショナルボーリングチャンピオンシップ2012初代女王に輝きました。
カイルニサは得意と思っていたこの偶数フレームですね、2、4、6、8の右側のレーン攻略できませんでした。まあそうですね、まあ、そういった意味ではまだマレーシアのナショナルチームのでも若手の選手ですので、はい、まあ、こういったサーフェイスレーンの板が違ったトーナメント一つのトーナメントの中で違ったサーフェイスをウッドとシンセティック両方体験するというのはそうそうないと思うのでね、なるほど、そういった経験の値の差が、まあ、このスコアになってしまったというところだと思います。この大会は予選は、まあ、通常のボーリング場を使って、まあ、同じ建物の同じ博多スターレーンですが木のレーン、ウッドレーンですが、この特設会場は普段は催し物などをしている会場ですので特設レーンでプラスチックのレーンを使っています。はい、ですので曲がり方、昨日まで好調だった選手が一気に調子が変わってしまう。そうですね、はい、まあ、なりうることですね、はいはい、それだけ前日までの予選ラウンドでは絶好調、アベレージ15ゲームで225だったカイルニサ。こちらシンガポールのエース、アジア大会の銀メダリスト、はい、スペアです。いや、今日は会場にももう立ち見のお客さんがいてもういっぱいの熱気に包まれています。博多スターレーンです。いや、これだけの選手をこのレーンの間近で見られる大会ですからね。そうですね、本当に素晴らしい大会ですね。男女ともに素晴らしいトップレベルの技をここまで披露してくれています。シェリータンの最後の投球、9本、新しく始まったインターナショナルボーリングチャンピオンシップ2012女子個人戦、優勝はシンガポールのシェリータンです。一方のカイルニサ、課題を持ち帰ることになりますが、そうですね、この右側のレーンです。はい、ようやくストライクが来ました。今日初めて右側のレーンでストライク、まあ、そうですね、はい、もう練習投球で投げてた投球を今やっとできましたね。はい、まあ本人とすればこうなるはずだったんですよね、きっと。そうですね、はい、でこの最後第10フレーム最終フレームに勝負がかかって、そうですね、得意なところでパンチアウトと、はい、いうふうに行きたかったところです。はい、これは連続できました。まあやはり、はい、そうですよね、はい、まあ、その戦略としては自分の中でも出来上がってはいたと思うんですが、なかなかこう思う通りに運べなかった、その原因って要因っていうのがやはりこう緊張感ですとかね、はい、やはり投球ラインに、まあ、気がそがれてしすぎて、本来のしっかり投げるっていうところができなかったというところでしょうね、はい、最後1本残して179で今大会を終えました。予選トップ素晴らしい投球を披露しましたカイルニサ、準優勝シェリータンの優勝です。女子の個人はアジア勢のワンツースリーという形になりました。中でも優勝したシェリータンの落ち着いたプレーぶりは光りましたね。はい、まあ、本当にそうですね、本当に経験の差が出たという一言で片付けるのはもったいないんですけども、はい、本当にもうシェリー・タン選手はもう数々の修羅場をくぐってきた、まあ、若いですけども選手ですので、なんか強さを感じましたね。できればここに同じアジアとして日本の名前が似てみたい、まあ、本当にそうですね、こういう数ある経験を本当に強さに変える選手、本当に強さに変えて出てきてほしいですね。はい、それを期待しましょう。女子個人優勝はシンガポールのシェリータン。